本日は高校生でもわかる日本株線をご利用いただきありがとうございます。この電車は半蔵門線東武スカイツリーライン直通急行南栗橋行きです。発車までしばらくお待ちください。はい、電車が参ります。ご乗車になってお待ちください。皆さん、こんにちは。花子です。東京メトロ上場。 1>, 1兆円規模、時価総額、一時上回る。午前は株価が一時1768円まで上昇し、時価総額が1兆円を超える場面もあった。2018年のソフトバンク以来約6年ぶりの大型上場案件だ。IPO に応募して当選すると合格発表のように、株界隈を賑わしていた東京メトロ、昨日上場しました。 個人投資家を中心に買いが集まり、初値は上場前に株式を売り出した価格の公開価格を36%上回り、終値は同45%高で引けた。 約6年ぶりの大型の IPO、初日は改装で終わる形となった。今後の個人の資産形成の呼び水となることが期待される。東京メトロの株式は2024年10月23日に東証プライム市場に新規株式公開 IPO され、初値は1630円でした。これは公開価格の1200円を35.8%上回っています。 つまり IPO に当選した人は1630円で買えたのでそうすると一時1768円の1日の高値で売れば8.5%上昇の138円儲かるけど300株しか買えなければ41400円しか儲からないいくらお金があっても当選する一般人は300株ぐらいしか買えないこれじゃあ初日に IPO 上昇ですぐ売っても 大きな利益にはならない。東京メトロの元々持ってる株主は誰でしょうか東京メトロの IPO 前は日本政府と東京都がほぼ半分ずつ株式を保有していました。具体的には IPO 前は日本政府と東京都が100%の株式を保有しており、今回の IPO でその50%が売却されました。 結果として IPO 後は日本政府が26.71%東京都が23.29%の株式を保有し続ける形となります日本政府東京都が持っている資産でしたね日本政府は NTT の株も結構持ってますよね 日本電信電話 NTT 株価は年初来15%下落。日本政府これから売るんですかねそしたらもっと下落しますよね。日本政府も対借対象表ありますよね。見てみましょう。最新で出ているのは令和5年3月31日締めですが、単位は100万円。日本の資産は741兆円。負債が1442兆円。 そして、債務超過のマイナス741兆円です。これ、上場していたら上場廃止ですからね。しかし、安心してください。先進国はみんな債務超過です。債務超過とは、負債が資産よりも多いということですね。日本国債という借金が1442兆円の負債の中に入っています。じゃあ、アメリカ政府の決算書はどうなっているのか見てみましょう。1ドル150円で計算すると、アメリカ政府の資産は813兆円。 負債は6434兆円。そして資本はマイナス5622兆円の債務超過。日本政府の対職対象表がこれで債務超過マイナス741兆円。 米政府の貸借対象表は、債務超過がマイナス5622兆円。こうしてみるとアメリカの資産が少なく見えます。資産の中身を見ると、日本の貸借対象表、有形固定資産が195兆円。アメリカの有形固定資産が185兆円。有形固定資産の中身は土地、建物、橋、道とかですが、日本の方が多いっておかしいですよね。日本は地方自治体の決算は政府に入ってなくて、 アメリカは州の決算がアメリカ政府の決算書に入っていない。つまり国の資産として入れてるのが日本の方が多いということです。アメリカは土地、建物、橋、道などを州の資産に入れています。それじゃないと土地も人口もアメリカの方が日本よりも圧倒的に多いのにおかしな話になります。だから日本の資産が大きく見えます。 簡単に日本の資産が多いとか、債務超過が少ないとか言えません。もちろん地方自治体や州の負債も考えないといけません。しかし、日本国債を発行し続けて、 円安になるというのなら日本円の価値が下がってるわけですからやはり無限に日本国債を発行して資金を市場に供給すべきではないということですねどんどん国債を発行すればいいという人は日本円の価値をさらに下げていってもいいということになりますよねそして日本円の株が高くなって日本円が安くなったら結局持っている日本円で買うものが高くなっていくわけなので株高を喜んでいる意味がなくなります 話は外れましたが、日本政府の決算書、どこに NTT とか東京メトロが入ってるでしょうか東京メトロは日本政府の資産、有価証券に入っています。有価証券125兆円。ここに東京地下鉄ってありますよね。本年度末残高が319,761100万円なので、3,198億円です。これが IPO で半分売ったわけですから、今回儲かりましたよね。 しかもまだ残ってますから、さらに高値で売れば儲かりますよね。次回の日本政府の決算書でどれぐらい儲かってるのか確認しないといけません。日本政府は東京メトロの IPO で保有する株式の半分を売却し、一定の利益を得ました。IPO 時の株価は1200円で設定されましたが、初値は1630円まで上昇したため、政府はかなりの売却益を得たと考えられます。 さらに売却益は震災復興など特定の目的に使用される予定です。つまり日本国民は日本政府が儲かるようにちゃんと協力しているってことですね。日本政府が東京メトロの株をさらに売ったら株価はどんどん下落しますが、東京メトロの株で一般の人が損をしたとしても、それは日本政府に 貢献してい,ますいいとこで日本政府逃げるかもしれません。日本政府にいつも税金の文句を言っている民たちが、ちゃんと日本政府に貢献している。いい国だ。そして日本政府の NTT 株はどこにここにありました。日本政府は NTT 全体の3分の1の株を持ってるんですよね。保有額は決算時で4.6兆円。年初来15%下落中の NTT。 ここで日本政府に税金減らせと文句を言いすぎたら NTT 株売っちゃうぞって思ってるかもしれませんね日本タバコはまだ無事だけど日本政府は1.9兆円持っています年初来11%上昇中そして日本郵政年初来6%上昇日本政府は1.4兆円持っていました日本政府は時々いいタイミングで米国債も売ってるみたいだし投資が上手なのは一般投資家ではなくて日本政府じゃないですかもしかして とりあえずこれ置いといて、東京メトロ自体の決算書を見てみましょう。これが目論見書になりますね。有価証券届出書、新規公開時、届出の対象とした売り出し金額、ブックビルディング方式による売り出し。IPO のプロセスでブックビルディングにおいて、機関投資家は一般により多くの株を購入できる機会があります。これは企業にとって安定した株価形成や長期的な投資を期待できるためです。 また企業が IPO 前に大口投資家と交渉を行い戦略的に株を割り当てることもあります。一般投資家は通常少数株の割り当てに限られることが多く IPO で特別に多くの株を購入できるのはこうした機関投資家や一部の大口投資家が中心です。さらに決算書をチェックしてみましょう。募集または売り出しに関する特別記載事項。 東京メトロの IPO において、水保証券、三菱 UFJ、モルガン・スタンレー証券、及び大和証券が元引受人、アンダーライターとして関与しています。 これらの証券会社は株式を一時的に引き受け、その後一般投資家や機関投資家に販売する役割を果たします。元引き受け人は IPO の円滑な実施をサポートし、株式の市場流通に貢献しますが、長期的に大量の株式を保有するわけではありません。海外売り出しについて、東京メトロの株式は国内だけでなく海外でも売り出されます。 海外売り出しはゴールドマンサックス、水穂インターナショナル、野村インターナショナル、メルリリンチが共同で担当し、的確機関投資家向けに行われます。総売り出し株数は約2億9050万株で、そのうち海外分は58万100株です。 ロックアップについて、東京メトロのグローバルオファリングに関して財務大臣と東京都は上場日から180日間、2025年4月20日までの期間中、事前の承認なしに東京メトロの株式を売却や譲渡しないことを約束しています。 ただし、国内外の売り出しや自社株の取得に基づく譲渡など、特定の条件下では除外されています。4月20日以降に大きく下落する場合もありますね。売却するかわからないですが、日本政府は借金を減らしたいですからね。売却したとしても、それに耐えられるほどの能力を会社が持っていればいいわけです。東京メトロはどんな会社 ?1920 年、東京地下鉄道株式会社の創立から始まりました。 1927年に東洋初の地下鉄を開業。1941年には帝都高速度交通営団となり、20世紀後半の東京の発展を地下鉄ネットワークの拡充という点から支えてきました。 2004年には現在の東京地下鉄株式会社東京メトロとして新たなスタートを切り2024年に20周年を迎えました東京メトロの範囲ってどこ東京を中心に9路線からなる地下鉄ネットワーク銀座線、東西線、半蔵門線、丸の内線、千代田線、南北線、日比谷線、有楽町線、副都心線埼玉県民としては半蔵門線が好きですね その他、不動産業、流通、広告事業。それでは、決算書を見てみます。2024年3月締めの年次決算ですが、営業収益は12.7%増加の3893億円。営業利益は174%増加の764億円。純利益は67%増加の463億円。私は日本の会社は独断と偏見で、ヤクルトと比べていいか悪いかで、 判断してます。ヤクルトを見ると、年次決算2024年3月までの1年、売上5030億円、営業利益634億円、 純利益億円なんか規模的に同じ感じですね。あんなに東京メトロって規模感が大きいのに、ヤクルトと変わらない。なんなら売り上げはヤクルトの方がずっと大きい。ヤクルト舐めたらいけませんよ。私毎日飲んでます。ヤクルトはアメリカのスーパーに普通に売ってて、アメリカ育ちの私の25歳の娘はヤクルトで育ちましたからね。東京メトロ国外に売り上げないですよね。国外に売り上げがないと心もとないです。日本の会社は対借対象表は見なくても大体 いいので省きます左が2023年右が2024年締めの収益の内訳定期運輸収入と定期外運輸収入定期外の方が多いんですねほとんど売り上げは運輸収入でもちろん日本国内だけですよねやっぱり人口減少が確実に来る日本では国内だけのビジネスはきついです日本は価格を上げてもすぐ起こるしね東京メトロは2023年3月に28年ぶりの運賃値上げを実施しました この値上げでは基本運賃が170円から180円に10円引き上げられました。この変更は新型コロナウイルスによる利用者数の減少や安全対策、バリアフリー化などの駅設備の改善費用をカバーするために行われました。こんなんじゃ儲からない。思うんですけど、オーストラリアに去年行ったんですが、交通はすべて自分のクレジットカードをスワイプするだけで電車もバスも乗れるんですよ。いちいち切符を買ったり、スイカを買ったりする必要がない。 日本もスイカとかも使わずに全部ビザカードで利用できるようになったらいいんじゃないですかね。オーストラリアって意外とやること早いんですよね。私が大学を卒業してすぐにワーホリに行った時には先にオーストラリアが携帯電話みんな持っててその頃日本はほとんど持っていませんでした。まあ、いろんな工夫が必要かもしれません。東京メトロはこのような点から私は買わないですね。私が買う日本の株は海外進出がしっかりできている会社です。28年も運賃上げられないなんてちょっと 難しいでしょうということで、東京メトロは運賃を上げられるのか、その他国外などにもサービスを広げられるか、日本政府や東京都は株を売らないか、そのあたり確認する必要があると思います。 まあ私は基本的に短期投資はしない長期投資家なので長期目線で見るとですけどね今日も簡単に2時間調べただけなので皆さんの方が詳しいかもしれませんだけど決算書は最低限読んだ方がいいと思います決算書が読めないとこれからの時代色々難しいことがあると思います決算書を読むオンラインコースは現在募集していませんが12月末に募集するのでその時にメール案内が欲しいよっていう人は下に登録リンクがありますので登録してみてください 米株市場木曜日終了。テスラプラス21.9%上昇。インデックスはナスダックがプラス0.76%。私のテスラコインベースのおかげでプラス2.51%。ドル円151.83円の1億4775万円。あと少しで1.5億円。テスラのおかげでナスダック上昇。もう今日はそれだけでいいでしょう。テスラホルダーの皆さん、おめでとうございます。<laughs> ということで、参考になれば幸いです。それでは、 さよなら。